チェッセ宅便です。やあ少年、こないだごめんね。で、私の3サイズは上から89、56、86。楽しみにしてたんじゃないの？最初に会った時聞きそびれたから。当たり前よ。こう見えても私、記憶力抜群なのよ。はい、これお届け物。じゃ、マイダリー、まったね。何か急用？その日予定入ってるからごめんなさい。何か急用？その日よっ。その日は空いてるからいいよ。待ってるから。ごめんなさい。待ったでしょ。よかった。じゃあ行きましょう。今日はどうするの？そうね、そうしよう。噴水の水がかかっちゃった。平気、気持ちいいから心配しないで。今日はありがとう。また今度、機会があったら。じゃあ、ここで。さよなら。はい、そうです。
突然どうしたの？予定があるみたい。また誘ってね。はい、そうです。あれ？突然どうしたの？その日は…あ、よかった。大丈夫だよ。忘れずに来てね。絶対だよ。なんだお前かよ。呼んだからには用があるんだろうな。つまんねえようだな。なんかおごってくれるんならいいぜ。お待たせ。どこに行く？うん、いいよ。並木道ってさ、いつ来ても風景が変わってて素敵だよね。だよね。お散歩するには最高だと思うな。それじゃ、私これで帰るね。はい、そうです。あれ？突然どうしたの？その日は…あ、よかった。大丈夫だよ。うん、忘れずに来てね。だよ。こんにちは。何かご用でも？
急いでるから。お待たせ。今日はどこに行くの？本当？なんで怒ったの？ちょうどそこに行きたかったの。楽しかった。また誘ってね。それじゃ、私これで帰るね。それじゃ、私これで帰るね。